オリオールズの藤浪晋太郎投手が17日、甲子園を電撃訪問し、今日18日からクライマックスシリーズファイナルステージを戦うナインを激励した。藤浪、広島はファーストステージを勝ち上がってきて勢いもある。普通にやることはなかなか難しいと思いますが普通にやるだけよ。おうん、そんなもん普通にやったら勝つやんか。と今回もユーモアたっぷりにモートラファイナル突破を願った。とんでん舐めてるやろ。これは終身名誉なんジェイミン藤浪や。クソワロタ。藤浪さすがやわ。藤浪のこういうところ好きやわ。こいつ、メタセンス好きだよ。ふざけ倒してて草。こいつずっと岡田監督いじってんねん。いいぞもっとやれ。1イニングくらいならいけるやろ。なあ、藤浪こんま岡田好きやな。藤浪と鈴木誠也で代理戦争した方が勝ち目ある説。これは代理戦争も見たいわ。それよりも帰ってきてたんや。こういう藤浪選手の激励は古巣のチームメイトも嬉しいやろうな。シーズン中もずっと古巣のことは気にかけてくれている藤浪。岡田いじりできるのはメジャー行った藤浪ぐらいだわ。藤浪、始球式やってくれないかな。始球式で160キロ見てみたい。150キロの始球式みたいな。ここは CS のゲスト解説として来ていただきたい。行事って解説でもするのかな。それなら楽しみやけど。電撃訪問できるぐらい最後結果残せたからよかった。藤浪の岡田監督のモノマネって動画ないのか。藤浪って外野が思ってるよりずっと阪神のこと好きだよな。藤浪インスタとか含めて岡田のこといじりまくってる。マジで藤浪おもろすぎやろ。藤浪は少なくともどんでん政権中には帰らへんのやろな。藤浪が日本にいるというだけでなんか元気出るわ。こうやって藤浪が阪神球団や選手と交流してるってわかるニュース見るだけで嬉しい気持ちになる。カープに誠也選手が応援に駆けつけていたのも選手にもファンにも大きなパワーになったと思う。藤浪投手の訪問、選手へのエールも大きな力になると思うな。